決断には勇気が必要です。こんにちは。今日はですね、職場の人間関係のストレスについてのお話をしたいと思います。第2回目ですね。解決策ね、いろいろ個別ですよね。本当に人それぞれ、ね、男性女性とかね、年齢とかによってもね、役職とかにもついてね、本当にいろいろあるかと思うんですが、基本的なね考えを提示しますんで、そちらからぜひ参考にしていただければと思います。私が大事なのは、どのみちこの職場の人間関係をのストレス感じた時ね、この出来事に対してね、あなた自身がね、そのまま続けるか、ね、やめるか、どっちかなんですね、本当にね。でどっちにしても勇気が必要です。続けていくにはやっぱりね、職場のね、ストレスをね受け入れる、こういう勇気がやっぱ必要ですね。決断する勇気が必要です。で、辞める場合はね、この辞める時のやっぱ勇気が必要ですね。その後どうするかとかね、これすごい勇気があります。だからこそね、どっちつかずにね、まあ不満のままずるずるとやってしまうっていうのは、やっぱ勇気がね、こうないんですね。こう怖いんですよね、決断するっていうことのね。どちらにしてもやっぱり勇気が必要です。本当に私も以前職場勤めしてたんで、すごいわかるんですけどね、どちらかにやっぱ決断するのが私は大事だと思います。よかったら参考にしてください。チャンネル登録をよろしくお願いします。